モスクワチェリオム式は、トミートリー・ショスタコービチが手掛けた、唯一のオペレッタ。作品105。当時の社会主義社会における風刺的な内容で、長い間他国で上演される機会が少なかった。1957年、モスクワオペレッタ劇場の主席指揮者、グリゴリー・ストリアーロフの要請を受けて、チェルビンスキーとマスの台本をもとに作曲された。ショスタコビチは、 1930年代初めに作曲した前衛的な花とムツンスク軍のマクベス夫人がスターリンの怒りを買って批判されて以来対戦中の賭爆死を除いてオペラ作曲から遠ざかっていた。それだけに巨匠の満を持たしての久々の登場は多くの注目を浴び彼自身もジャック・オフ・フェンバックやヨハン・シュトランスなどのオペレッタを評価した上で これが最初で最後にならないように望むと、積極的な発言を行った。全体が明るく、魅力的な曲に溢れているばかりか、高音計画の歌やバレエ音楽、ボルトなどの旧作や、大衆歌の引用を巧みに取り入れるなど、ショスタコービチの技法が冴え渡る出来となっており、初演時は好評のうちに迎えられた。だが、ショスタコーィチ自身は、退屈、想像力のない、 愚かな作品と自作を切り捨てている。舞台は1950年代の高層団地化が進む、住宅街桜通りことチェリオム式。住宅事情が厳しいために別居を強いられているサーシャとマーシャ。その二人を取り巻く、様々なやりとりと人間関係を描く。新築の住宅に入居できることを喜ぶサーシャとマーシャ。 そして急遽からやはりこの住宅に引っ越しできることになったバブロフ親子、そして運転手を務めるセルゲート、その彼女、リュシャ。彼らは新居へ引っ越しできる日を心待ちにしているが、団地の利権を我が物にせんとする役人のドレベドニオフは手下で管理担当のバラバ資キンともに勝手に新築の住宅を改装しようとし、 勝手に自分たちの愛の巣を育もうと企んでいた。入居がままならない、バブロフ親子が、ゴーニアシリューシャの協力を得て、クレーンで、バルコニーから忍び込んでみると、聞いていた間取りと違っていることに驚く。かくして、住民たちは、ドレベドニョフとバラバシキンの企みを阻止しようと決起する。セルゲーの友人であり、 マーシャの同僚リード地下に惚れているボリスも協力を名乗り出すが、彼はドレベドニョフの妻であるバーバが昔の恋人であったことに気づく。ボリスはバーバに近寄って鍵を手に入れようとし、流舎は隣人たちと真実の椅子のある公園を建て、ドレベドニョフ一味に一連の企みを白状させることに成功し、一度は無事落ち着くところにまとまりがついて、 ハッピーエンドとなる。1963年に、ショスタコービチ自身が編曲し、チェリオーム式として映画化されている。ユニバーサル社より、デッカレーベルで DVD 化されているが、日本版は未発売。劇場版より、差しは短いが、ストーリーラインは、ほぼ同じで、当時の実際のチェリオーム式地区の姿を垣間見ることができる。 主なキャスト2009年のクリスマスのフランス国立リオン歌劇場公演が NHK デジタル衛星ハイビジョンと NHK 衛星第2テレビジョンで放映された。セリフがフランス語で歌唱はロシア語。出演、ありがとうございます。